学校第51回卒業証書授与式を開式いたします。卒業証書浅野志雄。半年前の2月10日、自然の猛威をまざまざと見せつけられました。よく我慢をしてこの状況を乗り越えてきてくれたと思います。そんな皆さんを誇りに思います。被災を通して石出中学校、そして私たちを思ってくださった方々に恥じない生活をしようと送っていこうと、新たな第一歩を踏み出す勇気をいただいた気がしました。無事に石出中学校で卒業式ができてよかったと思ってます。とても嬉しい気持ちでいっぱいです。強く一歩一歩前進していったらいいなと思います。本当に嬉しいです。こうやって卒業できるのも本当にたくさんの人のおかげなんで感謝しています。しっかりと自分の進むべきところにしっかり行って頑張っていきたいと思います。はい、はい。